任天堂は昨日、人気ゲームソフトスーパーマリオシリーズの最新作スーパーマリオブラザーズワンダーを発表しました。キャラクターの動きに合わせて画面が左右に動く、いわゆる横スクロールアクションゲームスーパーマリオブラザーズシリーズとしておよそ11年ぶりの完全新作タイトルで、任天堂スイッチ向けのソフトとして今年10月に発売予定です。新登場のアイテムに触れることで土管が動き出すなど、ステージが変化したり、マリオが象に変身したりと新たな要素が追加されているということです。この新作の発表にマーケットも反応を見せ、任天堂の株価は一時 3% 以上上昇したほか、終値で年初来高値を更新しました。